こんにちは。 A ちゃんスポーツ A ちゃんです。今日は強豪校の選手に柔道着を着るときに気を使っていることとかこだわりをちょっと聞いていきたいと思います。では行ってみましょう。一人目の人に来てもらいました。じゃあ階級と名前お願いします。100kg 級佐々木です。道着を着るときに意識してることって何かありますか？前襟にゆとりがないと筋肉とかがしづらいので、ここは少し空間作るようにしてます。ここはこの横揃えて、あ、ここ、はい、この下の方横揃えて着てます。終わりました。ありがとうございます。では二人目の生徒に来ていただきました、名前と階級お願いします。60キロ級の山本です。では山本君、道着を着るとき意識していること何か教えてください。意識していることは、自分はちっちゃめの道着が好きなので作るときからちっちゃめに作ってます。帯は小結びにしてやってます。わかりました。では、3人目の子に来てもらいました。名前と階級お願いします。66キロ級の藤田です。では道着を着るとき注意していること何かありましたらお願いします。自分は帯は日本結びで結ぶようにして長さをぴったりにしてます。はい。特に道着はサイズとか、道着は一応別注で買ってるんですけど、名前が全部出るように着るようにしてます。あ、これフルネームで。はい、わかりました。以上です。ありがとうございます。では4人目の生徒に道着のこだわりとかを聞いていきたいと思います。まず名前と階級お願いします。男子66キログラム級の石田塾生です。はい、では、柔道着着る時のこだわりだったりあれば教えてください。やっぱ試合とかで長いとやっぱダサいっていうか、ので自分はできるだけギリギリの、はい、のようにしてます。わかりました。特にここを緩くするとかはないですか？ちょっとあります。ちょっと試合前は引っ張る感じです。そうです。ということです。はい、では、今4人の生徒のこだわりだったり着方を、聞いてきたので、もし柔道をやられてる方は一回試してみてはいかがでしょうか。またチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。またね。